ライアートゥルー、あなたは信じる、巷に転がる都市伝説紹介するどうも小池です。アンバサダーのトエです。いよいよ都市伝説の本家といいますか、はい、宝物といいますか、日本で都市伝説を流行らせてしまった総本山といいますか、まあ、とんでもない人に来てもらっております。あの流行らせてしまった罪を犯した感覚で言うのは何なん？いやいや、もうオカルトと言ったらこの雑誌、皆さんご存知でしょうか？ムーの編集長の三上編集長です。よろしくお願いします。ということでね、スペシウム光線はい、これでちょっとバッタモンみたいなね、やされましたけども、もうバッタモンか本モンかパチモンかよくわからないんですけども、まあ今日ね、スタジオ来てね、紹介した時、ミスターマリックの親戚みたいな感じ。あ、そう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 。大体のサブカル界でね、サングラスがタモリさん、三浦純とで、その3番目の席狙ってるからね結構レベル高いですけどね。結構深夜枠ですね。そうですね。お前、都市伝説好きなみんなね、一度は見たことある、読んだことがある人、もう何なら購読してる人も多いんじゃないでしょうか。これは都市伝説にハマったきっかけの雑誌なんで、これは。いや、そうですね。すげえ感慨深いよな。もうこれ、紀ノ国屋で持ってくるに恥ずかしかったよ、最初。わかるわかる。ほとんどエロ本扱いですね。上になんか別の雑誌やってこう出すみたいな、ね、そうそう、なんかもう後ろでこう、この後ろを出してこうやるとかな。そうそう、でもこれ平詰めされてることは少なくてですね、精神世界とかね、まあ、オカルトとかの棚にねあれ行かないとね、買えないんでね、なかなかね、苦労するわけなんですよ、ね、置き場に困る雑誌って言われてますなんか科学雑誌の横にある、それもおかしいだろうなみたいなまあソロ、まあ、編集長されてるぐらいなんで、やっぱりもう都市伝説といいますか、うん、もういろんなもうこのオカルトだったりもう詳しいわけなんですけども、はい、まあ、実はもう一つの顔も三上編集長お持ちということで、これ、まさか秘密結社の話、あ、これじゃない、これじゃない、これちゃうのよ、これやったら、あの動画出れないのよ、あのうち反社との関わり NG だから。あ、なるほど、あ、そう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 、まあムーさんは反社が OK かもしれない。おーいちゃんとコンプライアンスコード持ちますよ、はい、というわけで、はい、もう一つの顔はなんと UFO 研究所、国際未確認飛行物体研究所の所長でもあられるんです。知らなかった、ありがとうございます。つまり日本一 UFO に詳しい人といっても過言ではありません。というわけで今日はもう僕たち小林でも大人気のこの UFO 特番をやっていこうと思うわけなんですけども、僕たちの方から何点か質問させてもらってもよろしいでしょうか。はい、いいんですか。あ、じゃあかかってきなさいまずそもそも、じゃあ今言ったその国際未確認飛行物体研究所でしたっけ、はい、でどういうような活動をしている組織というかところなんですか。そうですね、これあの場所はですね、福島県は飯野町っていうところがありましてですね、ここに当時はね、第三セクターという形で設立された UFO ふれあい館、いいでしょ、ふ UFO ふれあい館、そうそう、かわいらしい、ふれあっちゃね、温泉もあるからなるほど、温泉付きの UFO ふれあい館、なんか新手の税金対策みたいなやり方で別荘を作りました。まあいろんな思惑あるだろうねめちゃくちゃ面白いんだって、触れ合いかって言ったら普通さ、アルパカとかなんか牧場でなんか馬乗るとかやる、そうそう、うん、UFO と触れ合いって何やってんの。いや、ほんまにこの飯野町っていうのは、はい、実は昔から UFO 多発する。へえ、これは実際にあの取材したんだけど、はい、宇宙人を見てる人いるんだよ。えっ、ちょっと UFO を見ることはまあまあありますよね。まあね、そうやってね、こうやって飛んでるとか光が光物とかさ、じゃなくてもう道端で宇宙人に遭遇したと、うん、道端で会えるんですよ。道端で会える、どのぐらいになんだろう、街としても当たり前、もうそこに住んでいる方々にとって UFO は日常茶飯事、茶飯事って読むんですけどね、あれね、茶道も茶道でいいんじゃね。あのちゃんと紙媒体出してる人にね、活字で突っ込むのちょっとね、そうですね、あの怒んなよね、ちょっとね、まあそのぐらい UFO がたくさん出てて、なのでじゃあ村おこし町おこしっていうね、今から30年ほど前にね、まあ機運が高まった時、あったらば UFO で行こうということで、まあ UFO 触れ合い感になるもの企画が立ち上がり、なるほど、ここにはですね、もうお亡くなりになったんですけども UFO 研究会の大御所、うん、新井金一さんっていう方が、うん、資料を全部寄贈してるんですね。この方は本当にまあ日本における UFO 研究の草分け的な存在で、オスラト円盤研究会って主催してたんですけども、そこの子にはその石原慎太郎さんだとか、おー、石井さんだとか、西島幸雄さんとかね、そうそうそう、たる別ですね、ね、まあそういうインテリというか作家の方が入っていたというぐらい、うん、まあ当時ね、本当に戦後すぐにそういう研究会を立ち上げてずっと研究をなされていた、うん、この方は元あの軍人だったんで、うんうん、軍人
しかも技術屋さんで、はい、本当にあのテクニカルのことだから UFO 情報に関しても本当にきっちりデータベースとしてでそういう研究がされて、うん、でその資料が全部 UFO フライヤーに寄贈されて、はい、見ることもできる。おお、それが行きたいな。そうですね。行ってねえの？行ってないですね。行ってないですね。ぜひぜひ。はい。じゃあこれ行きましょう。温泉あるから。あ、そうですね。いいよ。すごい。え、じゃあこれちょっと皆さん申し訳ない、皆さん力借りたいんですけど、高評価が8000ぐらいでしょうか。そうですね。8000行ったら実際現地ロケ行きます。これマジで行きます。はい。しかもね、その UFO フライヤーのあるところでちょっと山があるんですよ。はい。はい。本当にねピラミッドの形を山があって、ここに出るの。へぇー、 UFO も見たいけど、宇宙人と道端で会いたいな。いや、会いたいね。いや本当にね、あの目の前でこう光る UFO、 本当に目の前で見て、その後にこう道を歩いてた、本当に道の向こうから明らかに人ではない存在が近づいてきて、分かるんや。本当にあのグレーみたいな一般的なね。おお、すごいよ。じゃもう宇宙人触れ合い感や。本当はね、そうだよね。触れ合うのはやっぱりね。そうですよね。知的生命体だもんね。面白い。いや、もしかしたら視聴者の方にもね、うん、もう街に住まれた方もいらっしゃると思うんで。そうそうそう。お前はぜひコメントください。そうですね。来ますよ。だから研究所を立ち上げて、まあ、特に地元の人からのそう UFO と撮影しましたとかね、うん、動画みたいなのも送られてきてて。ちなみに、そんないろんな UFO 映像とか見られてると思うんですけど、うん、これまでで一番すごかった映像とか画像とかってあったりするんですか？まあ、いくつかね、その UFO情報とか UFO 映像、UFO 写真って、ね、あるじゃない世の中。あ、ありますね。この中で絶対押さえておかなきゃいけないもん、うん、はい、UFO 研究というか UFO 業界の中で、まあ、有名な、はい、これなんです。これ下から見た。そうですね、うん、これは1989年にヨーロッパ、フランスからベルギーにかけて集中的に UFO の目撃があった。集中的に目撃されることは UFO フラップっていうの。この UFO フラップにおいてで激写されたのがこれベルギーの、うん、でこいつが出た時には、はい、戦闘機がスクランブル発進してるわけ。え、それ領空侵犯されてんだ。そうそうっすよね。確かにな。しかも最初現れた時はね、低速で飛行してる、うん、今わかります？低速で飛行なんかできないからね、うんうん、そうか、そういうことか。怒っちゃうのよ、うん、そりゃそうですね。ヘリコプターみたいにね、プロペラついたらね、ホバリングできるけど、うん、もちろんそのプロペラも何もない、うん、ジェット推進も何もないのに、うん、低速で最初にベルギーで見たのが警官なのよ。警官がその通報して、うん、ゆっくりでしょ、うん、逃げないでしょ、うん、だからみんな見るじゃん、うん、あ、もう誰でも見る状態だったんですか？少なくとも5万人の人が見てた。多分今やったらめっちゃスマホとかで撮られるよ。そう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 、やば。まあ当時はね、本当にあのスチールカメラだったから、うんうん、そうですよね。なかなか本当にあの公開動画の写真ってないんだけど、中でもこれはね、もう有名な。いや、これだけでも相当すごい、ね。いや、すごいですね、うん。で、この三角形の形をしてるんで、はい、当時のね、あのステルスの F117 っていうコクロチ通称ね、三角形の形をした戦闘機じゃねえのとか言われたんだけど、これ全然違うわけ。へえ。いわゆるそこをこう映してるんだけど、こんなそもそも構造になってないし、あ、これ正確にはね、これホームベースの形してるんだよね。あ、そうなんですね。先ほど言いましたように、戦闘機がスクランブル発進して、うんうんうん、で追尾したでしょ。当然ながらいろんなこう手続きを取って応答しろとかね、国籍は何だとか、領空侵犯してるぞてめえみたいな言うわけ。やり取りした後に何も応答ないから、うん、なかったらもう手順として撃墜するわけよ、はい、もうロックオンしたら普通ね、ミサイル、うん、行きますよね。ロックオンした瞬間にピュン、え、消えたように、帰っちゃった、帰っちゃった。で5万人を目撃してるでしょ、うん、で軍よ、国民に向かって説明しなきゃいけない。そうですね、記者会見やってんのよ。記者会見やってこうこうで、ちょっと分かんねえな。なるほど、正体分かんねえ、つまねえだろ、領空侵犯されてんだぞ。いや、そうですね。そういうのって、まあ、ある程度情報は分かっていても国民とかにはあえて伏せてることとかもあるじゃないですか。特にその昔のね時だったら。でも最近っていうか近年は UFO の映像を公開したり、ちゃんと国が公式 でまた例えばアメリカとかだったら、2021年とかだったら UFO 調査部署みたいなのちゃんと公式に設立してたりするんですけど、最近こうなってきたっていうその背景とかそういう意図とかはあるんですかね。これね、アメリカの問題で言うと、いよいよ腹くくったんでしょうね。ほう、アメリカ軍ははるか昔から UFO の存在は知ってるし、はいはいはい、だからよくねテレビのね、くったらねば見てた
あのなんとかバトル UFO は存在するのかとか信じるかもうどうでもいいわけそんな。でその中で必ずこの最後のねまとめ UFO っていうのは未確認飛行物体案外で言ったフライングオブジェクト未確認だから正体わからないものは何でもね UFO ですよねはぁじゃねえよ領空侵犯されてんだだから、ね、定義が違うわけ、はいはい、常に言ってんだけど、うん、この UFO っていう言葉は、はい、アメリカ軍が作ったはいはいはい、エドワード・ルペル大尉が作ったプロジェクトブルーブックの、ね、中心メンバーのその方が UFO って言葉を作ったんだけどもこの UFO が意味するところは未確認飛行物体じゃないのよ直訳するとそうなるけれども、はい、本来の意味は地球外知的生命体がコントロールしている飛翔体って意味えじゃあもうそれはもう地球に住んでる人が作ったものではなくそう宇宙のもう大前提があるわけなるほどだからねむやみやたらに UFO ってことは使えないのあそうなんですね使ってるのは日本ぐらいのものなるほどね軍が UFO って一旦発表したり報告したならばそれ大変なことなんだよじゃあそんな中今日のアメリカは UFO の報告書を発表してましたけどすごいねまず3本の動画を発表しました、うんうんうん、これ2004年2014年に発表したもので、うん、最初はね海軍にある種のこう研究家がですね問い合わせたんでね、うん、ちょっとこういう動画あるんだけど、うん、お宅で撮影したものですよねまあ事実確認というか、うんうんうんまあ、フェイクの可能性もあるんで、うん、どうなんですかこれ、ねうんうん、それ本物ですか偽物ですかはいどっちっていう質問を振って海軍が本物ですちょっと言っちゃったわけよおすげえ海軍が認めたっていうことは次は上アメリカっていうのは陸海空護岸警備隊海兵隊まあこの間宇宙軍があったけどこれ全部統括するのが国防総省、うんうんうん、通称ペンタゴン、うんうんうん、ペンタゴンに行くわけオタクの海軍はこれ映像本物って認めたけどどうなんですかって言われちゃったもんだおいや部下が認めちゃったものなんてことしてくれたんだろうって言われたかもしれないけどもど、ね、で認めたあそういう背景がで認めたね本物なんて言ったよねおうおうおう議会で追及するんだよ、うん前から知ってたよなこれそうね3本って言うけどもっとおめえあんだねっていう追及食らうわけおおそりゃそうでしょ、うん、そりゃそうだ、ね、そうだ、ね、今まで隠してきたんだもん、うん、点で手続きを返して当時はトランプ政権、うん、ほう山のようにこう法案があってもう次から次トランプ大統領を再任したわけだその中の一つがペンタゴンに対しての UFO 情報公開っていうへえサインしたのよ、うんうん、サインしたその日から180日以内に発行しなきゃいけない、うん、やんなきゃいけないわけつまりそっから180日これはちょうど6月ギリギリ6月25日現地時間でペンタゴンは議会に対して UFO のレポートを提出するんですなるほどねこれで大騒ぎになったこの瞬間に UFO はもうエソラントではない、うん、なるほどガチなのまあ UFO という言葉を使うと地球外知的生命体っていうのが前提になるので、うんうんうん、あえて UAP アンアイデンティファイルエアリアルフェノメナ空中現象航空現象みたいな言い方はしてるんだけどもはっきりと、まあ、UFO、UAP は実在しますうん、ディトレすごいここがすごい画期的なことなんだけども、うんうんうん、でも正体は分かんないと、うん、可能性としてはねそのアメリカ国内ね軍か民間の兵器会社がね作っている秘密兵器である可能性それからもう一つはロシア中国の秘密兵器まあその他にもね自然現象だとかあの普通の飛行機とかねヘリコプターだってまあそれは排除していいんだけど、うんうん、でその他5番目にそれ以外の可能性というところにここにいわゆる地球が知的生命体がコントロールしている飛翔体いわゆる UFO の存在が入るわけこれは排除してないわけちゃんと設けてるわけ1項目でさらに今回のレポートですごかったのは一番の問題、うん、変なものが飛んでるわけでしょ領空侵犯でしょ、うん、大丈夫なのそれ、うん、だから国民市民危害加えられたりしないよね気になるじゃないそうですねこの問題に対して安全保障上の脅威になりうるって言っちゃったあるじゃん今までねさっき言ったプロジェクトブルーブックもそうなんだけどいろんな軍であったり政府の UFO 調査機関っていうのは設置されたことがあったの、うん、でも必ずこう最後には安全保障上の脅威にならない、うん、で国民の皆さん安心してください、うん、大丈夫ですよなんか変なもの飛んでてもそんな大丈夫ですかだからこの調査機関は閉じますはい解散、うん、だけども脅威になりうるって言っちゃった
ガチなのよこれ。なるほど、面白い。でこの2年前の段階で、はい、さっき言った最初に流出した海軍の中に UAPTF っていうタスクフォースっていう機関が設置されて、うんうん、でここでいろんな UFO 情報を収集、うん、まあ、まとめろと。ほらで、まあ、今回のペンタゴンレポートの中でも144件こんなケースありますっていうことで出してきた。でも当然ながら、おいこんなんじゃねえだろっていうんで、ペンタゴン直属の組織が昨年の年末にできた。へー、日本がのほほんとしてるでしょ。全然だから日本ってね、オカルトの中の話みたいなのがありますもんね、うん、なんかですだから例えばね、アメリカでこういうふうな話が話題になってる中で、はい、2年前こういうふうな国防に関しては自衛隊ですよ、防衛省ですよ、防衛大臣当時河野太郎、うんうん、当然ながらアメリカの宇宙軍とかそういうの設置しましたと。トランプとすると日本もね、日米同盟も例えば演習とかさ、合同作戦とかあるわけでしょ、うん、じゃあ連携しなくちゃいけないでしょ、うん、じゃあ日本側はどこが対応してくれるんですか。いったら当然、ね、航空自衛隊でしょ、うん、その宇宙軍に対するその組織として航空自衛隊の中に宇宙作戦隊っていう、ね、組織が。ああ、なるほど。ちょっと名前ダセいけど、うん、でこの宇宙作戦隊、まあ、当然だから宇宙軍なんで、こう実はその UFO の問題も関わってくるんだけども、その時にお得意のツイッターで河野大臣やってます ね、 ね、個人的には UFO なんか信じてませんけど、どこでもいいよお前の名前宇宙作戦隊とか言って皆さんが期待してるような UFO とかの調査はしませんよ、宇宙空間にあるそのデブリ、宇宙ゴミのその管理だとか清掃みたいなのをやるんですよっていう内容のツイートをしたわけ、うんうん、ところが宇宙作戦隊設置しました、うん、はい、でアメリカの宇宙軍トップ責任者決まりました。で会談したわけよ、今後の行動とか作戦に関してね、こういう方針をやりますって、はい、そこにもね、当時の河野大臣も行くわ、当たり前で、はいはい、防衛大臣も。そしたらその後、お得意のツイッターで、自衛隊が UFO に遭遇した時の遭遇マニュアルを作りまーす、信じてなかったんですよ変わったね、話違うじゃん、僕読んでない証拠だよなるほど。まあ宇宙のね話がせっかく出たんで、僕たちまあ都市伝説の中では結構その火星移住とか宇宙に進出するとかテーマとして出るんですけど、かのイーロン・マスクが火星移住計画とかもしてるわけなんですけど、まあ実際こう人類はこう地球を捨てて他の惑星とかに移住することってあるのでしょうかと。まあ常々言うんだよね、基本的に移住するんだったら大気を守らなきゃダメ。そうですね、ドラと1万近い火星かっていう話になって、まあ、いろいろテラゼフォーミングの、まあ、地球化するっていう技術があれば、うん、火星で生きていく可能性はもちろんあるっていうのはシミュレーションしてんだよね、うん、じゃあもう具体的にね何年後にやろうみたいな話も進んでいて、でこれはねもともとその宇宙開発の基本なのよ。アポロ計画ももともとはね月じゃないのよ。へえ。最終的に火星に行こうとして、その前哨基地を月に作るためにアポロ計画なの。そうだったんだ。でいよいよね、現実的な段階に入ってきて、うん、ちなみにこれ宇宙人とかもう確実にやっぱりいらっしゃると思うんですけど、いらっしゃるじゃないですかお客さんみたいな、ね、もちろんもちろんもちろん。ただよく聞くのが、例えばイギリスの女王とかが宇宙人が化けてるんじゃないの、あレプテリアン系、ね、そうレプテリアン問題なんですけど、これはまたねどうしたもんかっていうこれはどうなんですか。これちょっとまあ陰謀論スピリチュアル系で、まあストレートにその UFO ロジーと UFO を研究してる人たちの主流からはやっぱちょっと違う範疇の話になってきて、特にこのレプテリアン、爬虫類人類、爬虫類型異星人、言い出しっぺっていうわけじゃないんだけども、世界に影響を与えたというか広めた人物にデイビッド・アイクっていう研究家がいる、はい、ね、この方、まあ陰謀論で有名だとイルミナティだとかさ、イエスだとか、その中で最終的にこう爬虫類人類、レプテリアン、異星人がっていう、まあ、先駆けだよね。まあ特にこうフリーメイソンとかっていうことは歴史が古いんで、はい、ピラミッドとかさ、古代にもっと言ったら人類の発祥がみたいな話になった時に、神話の中に爬虫類系竜とかねとかもあるから、そういった連中が今でもいるんだみたいな、まあ一つのこう神話というか説というか、そうですね、壁画の中にそのグレーみたいなのが描かれてるからみたいなとか、でその中でこう展開してきたんだけども、肝心のデビッド・アイクのそのレプテリアンの内容ってだんだん変わってるんだよね。最終的にレプテリアンは霊的な存在だっていう、そっち、なるほど、もうエンティティとかになっちゃうと、はい、まあある種憑依しちゃったらさ、じゃあまあ結構眉唾というか、うんうん、まあ、ただ霊的な世界、スピリチュアルの世界に行っちゃうと、いわゆるその霊的な宇宙人、霊的エイリアンっていうことになっちゃうと、まあそういうことすると割り得るのかなみたいな、
だからダイレクトにそのエテリアンが今来て成り済ましてるだとか、血統というか系統の人たちが今もいてみたいな、まあダイレクトにはないかもしれないとは思うけど、ただそういう噂の出所って多分なんかあるはずだから、うん、やべえエイリアンっていうのがいるんだろうなっていうのは漠然とだけど、うん、ちょっと最後になるんですけど、なんか世に出ていない UFO 情報とかで話せるものってありますか？結局その UFO 情報の中の核心っていうのはエイリアンなんだよ。何者よ、何者なんですか、 U は何しに地球へ何しに来てんのって違う番組っぽいね。そうですね、そこでしょ、何しに地球に来てんの。だって U の方が文明も科学技術も上でしょ、うん、確かに。なんでこんなね、まあ言ってみればどういのかな、まあ野生動物を見に来てるのかもしれないけどもね、あ、動物園感覚で。ただその何しにっていうのとお前ら何者よ、うん、そういう意味でその常々こう問題になるのは1947年の墜落 UFO 事件、はい、通称ロズウェル事件で回収されたエイリアン、はい、まあ、他にもね宇宙人エイリアンがいるっていう前提の話で言うと、少なくともアメリカ軍はこのロズウェル事件でエイリアンの死体を回収したわけさ、うん、回収した後というのは解剖してるし、はい、遺伝子も分析してるんだ、知ってるのよ連中を。やっぱ事実であると。実はもちろんよ、大前提だよ。なるほど。ロズウェル事件なんかそのいわゆる第一次の目撃者、証言者っていうのは全員あれ見たことのない地球上のものがね、みんな証言してる。へえ、みんなそうだよ。あの最初なんか情報規制なんか、あの観測気球って UA みたいにね言われたとか、最初が UFO なの。最初にその広報官、軍の広報官ウォルター・ハートっていう人が上から言われて、その上で UFO を回収しました。でそれを受けて地元の新聞が報道した、うんうん、でもその数時間後に手のひらひっくり返して、うんうん、実は気球でしたって発表があった。だからその翌日の新聞は実は気球でしたっていう会見の内容になるんだけども、その広報官だったウォルター・ハウトも死の間際嘘ついたままさ天国行きたくないから、あ、宣誓するのよ、うん、宣誓してこれを今から話す内容は本当のことですっていう。でそこで最初の報道が本物だって言ったんだ。ただ知ってんだよ当局は、うんうん、それを回収してる。でロズウェル事件以降この UFO 問題もそうなんだけど、今回国家の安全保障上の脅威になりうるって一番入ったでしょ、はい、これは戦争するってこと。うわ、はあ、戦う意思を表明したのと同じだよ、うん、エイリアンの方からは全然攻撃してこないから、はい、うんうん、アメリカ軍の科学技術をどん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 高めていけば、ほうほう、いつかは勝てると思ってる。へえ、なるほど。勝てると思ってるっていうことは連中の正体知ってんだよ、うんうん、なるほど。 UFO に乗ってる連中は神様でもなんでもね、地球人と同じような知的生命体だ、うん、だからいつかは勝てると思う。なるほどね、やっぱすごいっすね。すごいことよね。あ、今年からすごいことになるよ。ありがとうございます、まあ、というわけで今日は UFO についてかなり奥深いところまで話してもらいましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。めちゃくちゃ面白かったな。あ、やばかったっすね。ムーンを最初読んだ時のワクワク感、ゾクゾク感。いやもうほんまに、うん、いやすごいわマジで、ね、まあ、ようやくね世の中がムーンに追いついてきたってことですなるほど。それでは本日の鳥肌スコアは1947。本日の鳥肌ポイントは UFO は実在する。 See you bye。 ライワトゥー、あなたは信じる。巷に転がる都市伝説紹介者のドモコキです。アンバサダーのトイです。はい、昨日に引き続きましてですね、スペシャルゲストということで月刊ムー編集長の三上編集長にお越しいただいてます。よろしくお願いします。まあちょっとね、昨日今日ちょっと乾燥したところで撮ってるんでね、ちょっと喉を潤しながら撮ってもらうということなんですけど、大事な飲み物あります。え、ちょっとあの発酵した麦茶もちょっと、あれ、あ、ちょっと僕らお茶とかなんですけど、そうですね、あれ変わってる。あー聞く、もうこれが一番の都市伝説だと思うんだな。うん、まあ、今回ですね、三上編集長がまあ小安田に出ていただけるとなった時にですよ、はい、まあ、一つ気になる動画があると、まあ、言ってくれたんですよ。おー、まあ、それがこちらの動画なんですけども、キリスト教が日本に伝わるずっとずっと前から畑氏という一族によって
で、まあ、日本に持ち込まれたんじゃないかというお話をしたわけなんですけども、まあ、月刊ムーンさんの方でもですね、何十年も前からこの旗師っていうのが取り上げられておりまして、コメントでもですね、もっと深掘りをしてほしいっていうコメントがこうやってあったので、うん、日本に隠された、まあ、歴史について、まあ、今日は深掘っていきたいなと、そういうことでお聞きしたいなということでありますと、はい、はい、まずですね、旗師というのは日本にとってどのような存在なんでしょうか。そうですね、いいわね、旗師のね、こうチャンネルでさ番組作ってくれてすっげえ嬉しいっていうかさ旗師の総力特集とかさ、原稿まで書いちゃったからな当時すごい気合入った、もう熱量が違いますね。もう旗ニストだからさ、旗ニスト、旗を訪ねて3000人みたいな。なるほどなるほど、全国旗師の会とかあるからね。おお、なんかあの僕日本人ですけど、例えばロシチェルドとかロッカフェラーとか、はいはい、そういう一族っていうのはなんとなく都市伝説つけたら知ってるんですよ当たり前に、はいはい、ただその旗師って日本人でもあんま知ってる人意外といないですよね。あ、そうですね、それね、学校教育がいいね、指導要領が、うん、日本史の教科書でちゃんと教えなきゃダメだね、はい、それはね、特にその邪馬台国ってね、皆さん、うん、お、そうですね、習いますね。大体邪馬台国があった時代からその後ぐらい、はい、だから3世紀から5世紀にかけて、大陸から、まあ、主に朝鮮半島を経由して大量の渡来人がやってる、うん、おお、その中でも最大規模、もう1000人2000人じゃなくて何十万人っていう人たちが一気に日本列島にやってきて、でその後日本の文化の基礎を築いたのが、これがあの旗師、まあ秦の始皇帝の秦と書いて旗、うん、戦国大名でいうと長宗我部とかね、あと島津もそうなんだね。あ、そうなんですか。島津氏ってそれ、島津家ってね、源氏だとか言ってるけど、何言っちゃってんの、うん、島津はあれは旗師なんですよ、レムネの流れ旗師です、うんうんうん、だから結構ね、関東の武士なんかでも神保だとか高橋とかありますけども、政治にあんまりこう口出ししないというか、うん、もう大陸から来て殖産豪族っていうんだけども、特にあの得意だったのは絹織物、絹ですよ、はい、まあ、いわゆるそのお蚕さん、養蚕をやって絹とか織物を税金として租用帳として納めたと、うん、その量が半端なかった。で絹といえばね、シルクロードでしょ、うん、でこのシルクロードのさらにこう遡っていくと、なんと朝鮮半島、中国、それから西域、インド、さらにずっと行って最後はエルサレムに行っちゃう、お、聖地と言われている。だからその旗師っていうのは実はユダヤ人だ。なるほどね、はい、これはねほぼ確定、確定というか、うん、このね旗を訪ねて三千里、もうねこの30年以上ずっと旗をね、旗旗旗ってね、旗さんを見るためにねもう感動するっていうかこの間もね長宗我部って、そのご子孫の人にお会いして感動しちゃってね、へえ、それはすごいな。あれをあの総理大臣だった旗勤元首相も、まあ、羽田って漢字書くけども、もともとはこの秦の始皇帝の旗、あれね、旗って、あれは長野の旗師。でもみんなユダヤ人って言うと、ね、白人だと思っちゃうから、うん、白人じゃないからね。白人はコーカソイドなんだけども、ユダヤ人っていうのはアラブ人と同じなんだ、からモンゴル人に近い、うん、どうしてもね、あの日本人は例えばイラン人とアラブ人の見分けがつかないとか、うんうん、イラン人は白人、アラブ人はユダヤ人と同じ線、いわゆる本当のユダヤ人が、まあ、中東系の白人じゃないユダヤ人が実はシルクロードを渡って最終的に日本に来た、うん、へー、そうなんですよ。その証拠はいっぱいある、ね、あのこちらの YouTube でも紹介してましたけど、うんうん、神社とかね、はい、お寺とかありますけども、あまりにも当たり前すぎてみんな僕気づかないっていうか、果たしていうのは単なる二大臣じゃなくて原始キリスト教徒でもあった。よくね、ユダヤ人って言うと知ったかぶったやつがさ、ユダヤ人っていうのはユダヤ教徒のことであって民族の名前じゃねえよとか言うんだよ、ね、おうおう、はいはい分かってます、ほんと行きやがれみたいな、はい、知ってますよ、はい、はい、みたいな、うん、ここで言うユダヤ人は民族のユダヤ人、血統で言うところユダヤ人、なるほど、ね、もしね、はい、ユダヤ教徒イコールユダヤ人だったら、うん、ユダヤ人キリスト教徒って言葉はおかしいで、そりゃそうです ね、まさにそのユダヤ人キリスト教徒、ユダヤ人でありながら原始キリスト、原始キリスト教っていうのは重要なわけ、うんうん、2000年前イエス・キリストが直接に説いた教えっていうのは今残ってないわ、うん、いやそんなことない、カトリックがある、ロシア正教がある、ギリシャ正教がある、プロテスタントがある、言うでしょ、うん、これ全然違うからね、そうなんですか。イエス・キリストの弟子、十二使徒って言ったでしょ、十二人の弟子、いますね、彼らは全員ユダヤ人で、うん、イエス自身もユダヤ人、母ちゃんね、マリアユダヤ人、うん、まあ父ちゃんはまあ聖霊で身ごもったね、天なる父ってことだけども、戸籍上のヨセフもユダヤ人、だから全部ユダヤ人の原始キリスト、そう
うなんですね。まあもちろんね、ルカってあるでしょ。ルカっていうのはパウロに付き従ったお医者さんなんだけど、うん、彼はギリシャ人だから、ギリシャ人キリスト教徒。パウロもユダヤ人、もともとバリバリのユダヤ人、ユダヤ教徒ユダヤ人で、この人たち、パウロはヨーロッパに伝道するわけで、これが後々カトリックとかなっていくんだけども、エルサレムずっと残ってた人たちがいる。この人たちっていうのはもう全員ほぼユダヤ人で、ずっとユダヤ人のユダヤ教の風習を守ってエルサレムにいたんだけど、イエスが死んだ後、紀元66年イエスが死んだのは、まあ、紀元33年とすると、それから30年以上経った時に戦争が起こる。ユダヤ人がローマ帝国に対して放棄する、一斉放棄する。まあ当然ながらボコボコにやられちゃうんだけど、最後は集団自決して世界中に散っていく、ディアスポラって言うんだけど、戦争が勃発する直前に、このエルサレムにいたユダヤ人原始キリスト教徒に、エルサレムが消える。へえ。エルサレムがあって、ここにヨルダン川があって、うん、ヨルダン川の東側、はい、当時パルティアって国の領土になってくるんだけど、ここのペラっていう町に移住するわけ、うん、そうなんですね。でそこにまあ原始キリスト教の教会が建ったとか建たねとか痕跡がまああるんだけど、その後ね、行方不明なの。へえ、どこ行ったの。こいつらがまた戻ってきてカトリックの、ね、初代教会になるんだけど、はい、って言うけど、戻ってくるわけないが、戦争あってさ。そうですね。ユダヤ人がみんなさ、民族挙げてローマ帝国にさ反乱起こしてるのに、こいつら敵前逃亡だよ、裏切り者だよ、うん、戻ってこれるわけないじゃん。でちょうどこの時期を境に中国にユダヤ人が大量に来るんだよ。へえ。キリコなんだもん。今でこそキリスト教って言っちゃうけども、彼らはキリスト教徒だっていう意識はないわ、うん、ほう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 。クリスチャンって言葉もないんだから、単なるユダヤ人、うん、ユダヤ教の中でも本当の教えを受け継いでるんだと思ってる人たちだからさ、うんうん、だから他のユダヤ人は身を受け継がない、うんうん、そうそうですね。で当時ね、中国に来るでしょ。中国に来ると中国人ってね、名前付けたがるんだよね、お前どっから来た、パルティアか。パルティアっていう国は漢字で安心の安に息と安息国、安息国から来たから、お前は安氏だ、でアンさんっていう名字つけられちゃう。なるほど。名前つけないと要はさ、ちゃんと私生制度じゃないけども、うん、名字と名前とか、うん、あるでしょ、うん、当時のユダヤ人ってないからね。中東にはそういう名字ってないから、へぇー。だからよくあるのは父ちゃんの名前つけるんだよね。ジュニアとかですね。なんとかジュニアとかいうのは、例えばね、ヘブライ語で言うとベンってそう。へぇー。ベンアフラックとかでしょ。ベンイエフダとかで、あれベンってね、息子って言うんだよ。だからベンハーって言うと、ハーちゃんの息子。だから映画の中でね、ユダ・ベン・ハーっていうと、ハーちゃんの息子のユダだべ。はぁー。だからベンとかね、アラビア語とイブンとかね、ビンとかなってる。だからヨーロッパなんでマックもそうだよ。マクドナルドっていうのがドナルドさんの息子だから。なるほど、ね。へぇー。そういう風な付け方するの。名字じゃないんだよ。でも中国は違うからさ、うん、一族のファミリーって名乗れって。そうすると出身の国から一字取るのよ。バルティアだったらさっき言った安心の安に行きって書いて、安息国の安から取るのね。ただその中の一人が、例えば唐の時代の安禄山、獅子名の方で、小世界史の安心の安。ね、はいはいはい、こういう風に名前つけちゃうわけ。じゃあこの原始キリスト教徒のね、ユダヤ人たちが中国来ましたと、うん、おめえどっから来たんだ、名前は、姓は、あと名乗りよ、これから中国で生きていくダメにはちゃんと西洋でやんなきゃダメなんだって言われるわけ。なるほど。そうすると自分たちの国、まあ、当時ユダヤは属国で、国としてはローマ帝国なの、うん、古代ローマ帝国の中国での呼び名ってことに大きな秦の始皇帝と書いて大秦国、もしくは大秦国って言ってたわけ。当然ながらこの中一時取るわ。でも大取ったら大いっぱいあるわけで、取るとしたらこっちの秦の方しかないわ。あーすごー、なるほどね。でじゃあもうしょうがねえなってんで、名字をこの秦にするわけ。おー。でもその民族としてのなんかこうあるアイデンティティがあった時に、あんのよ、そのローマ帝国出身の人間で秦っていう名を名乗った人が実際記録であるんだ。へー。ただね、自分たちは民族としてはユダヤ人だっていう思いがある、うん、はい、でお前らはって言われたらユダヤだっていう、うん、そうそうそうね、でユダヤっていうと例えば英語だとジューとか言うけども、うん、ヘブライ語ではイエフだ、だからお前らはって言ったらイエフだ、だからこの真の真って書いてイエフだって思ってる。このイエフだっていうのが真って名乗ってることなんだけども、日本に来るとこのね、例えばね、八坂ってあるでしょ、八坂神社、はいはい、もう一つ漢字の当て方があって、弥生の矢に栄える、イヤサカっていう表記、はい、これ、はい、八坂神社とかね、うん、あと八坂の会とかさ、神道では結構あるんだけど、うん、同じように八幡様、お八幡様、八幡、八幡と、はい、でこれも別の表記で、今言った弥生の矢に畑氏の畑、うん、これが矢肌っていう、
ヤハだ、イエフだ、だからこれ八幡信仰を日本に伝えたと、日本の原始八幡信仰は二十歳なんです。うん、日本の神社で一番多い稲荷と八幡は全部二十歳。だから神道はね、基本的にね、神社の数で言ったらね、二十歳なんだ。いやー、繋がってんな。まあそういうふうな、まあこれある種状況証拠ではあるけど、証拠なんだよ。証拠ある。これまだ都市伝説レベルだけど、はい、連中ね、エルサレムからね持ってきてんだ。持ってきた。何を持ってきてるんですか。木。木。木ですか。地染めの木。地染めの木。縦木があって、はい、横木が、はい、T 字をしてるんだよ。うん、この T 字のこことこことここのね、穴が開いて。それってもしかして十字架よ。ですよね。ガチの十字架。キリスト教の世界ではイエス・キリストの貼り付けになった本物の十字架のことは聖十字架っていう。バチカンのね、広場のところにオベリスクあるでしょ。オベリスクの、はい、あそこの上のところにも木片があるとか言うんだ。いろいろこう取材して神学の先生とか聞いたけども、世界中にそういうのがあって、そんなのを集めたら何本十字架できるんだもんあんだけど、本物のやつ見つかってないもん。へえ、まだ日本に。日本にあるんですか。あれ日本にあるんや。持ってきてんのよ。いやすごいな。どこに今あるの。おっと、それ一応聞きたいよね。そうです。それ言ったらお前明日ますまでかかっちゃうもんいや持ってきてんの。敵証拠。しかもね、最近はね、まあそういう歴史ミステリーって言うでしょ。まあ歴史ミステリー面白いけどさ、今はやっぱり証拠だから、エビデンス。科学的な証拠あるんですか、でしょ。急に粗品みたいなの出てきてるから。そうですね。そこでしょ、やっぱり。はい、遺伝子。お、なるほど。DNA。DNA。見たことないね。すごいこと分かった。これね、この方ね、お医者さんで本も書いてました。でたまにね、テレビでも出てね、いろんな病気だとか、あの健康の問題に対してコメントしてる方で、市石先生って、市石栄一郎。この先生が、日本人の遺伝子って本を書いてる。はい。で、最新の研究をそこに書いてる。うん。ここでちゃんと書いてる。日本人とユダヤ人の遺伝子は同じです。すごい。ムーマ言ってんじゃないんだよ。お医者さんが言ってんの。そうですね。遺伝子の最前線の研究やってる先生がムーマが書いてる。すげえ、そうなんや。実際にお会いしてあの話聞いたもん。じゃあ僕たちもそういうこと。まあそういうことですね。ね、すげえ深いな。なるほど。だからなんか無的なんか異説というかね、都市伝説のレベルを超えて、こういうことに関して一番敏感っていうか調査してるのは当のユダヤ人。確かに。ユダヤ人知ってるもん。実際にイスラエルまで行って、そういうふうな調査機関の所長に行ってきたもん。日本人はユダヤ人ですよ。って言ったら、次の年に日本に来たよ。その研究熱心だな。すごい。でも日本とユダヤのね、架け橋となってね、いろんな陰謀を働いてるのがムール。陰謀。陰謀です。面白い。いや面白いな。面白いなこれ。世界征服のために。あれ、ムーさんの目的は世界征服やってますね。当たり前。当たり前。急にピッコロ大魔王みたいな。そうだね。そうだ。そのためにこういろんな布石をこう。なるほど。まずは雑誌ムーを使ってメディア戦略して、最後の核心のところにポンとこう置いた瞬間に全部ムー色に染まっていく。やばい雑誌ですよこれは。そうですね、危ない危ない。こちら見つけたら危ない。やばいです。なんて言ったってね、雑誌で言うとこの赤文字系キャンキャンアンアンと同じだからね。あ、なるほど。赤文字系だから気をつけて、赤文字が取り込まれるよこれ。そうですね。はい、ありがとうございます。いや僕たちはね、以前その日本人のルーツとか、はい、話のこともやったことあるんですけど、違うよな。いやもうレベルが違いましたね。レベルが違う。でも二十歳の由来とか初めて聞きましたもんね。そう、でもなんかね、先ほどちょっと聞いたらちらっと、はい、もっと時間かかるんですよ本気で喋ったの。これもっとなんか広がっていくわけ。これ最後には宇宙人まで行っちゃうよ。エイリアンまで行っちゃう。いやすごかったな。いや俺分かるんだよ、ちょっとなんか抑えて喋ってるのが。ねえ、言っちゃいけないこともあるやろうし、信じてもらえないだろうってこともあるんだよ。だって歴史の教科書にそもそも書いてなかったもんじゃない。いやそうそうそう、あるわけじゃないですか。そうなんよ。固くなり認めないでしょ、なんか、うん、そういうこともあるんだろうなってことで、ね、ちなみにね、そういうね、歴史学者の人ね、うん、本当にね、知ってる学者もね、分かってるって言うんだよ。これもリアルに聞いたんだけど、はい、悪いけど自分が死ぬまではこの劇やめてくれ、死んだ後は俺好きにやってもいいからって、お弟子さんとか言って、もう証拠とか言ってるわ。何を知ってるんだろうよ。いやすごいな。またちょっとね、どっかで発表できる機会があるんで。そうですね、引き続き追っていきたいですね。はい、本日のプレマタスコアは600ムー。なんでムー。ムーですか。ムー、はい、本日のプレマタポイントはまさか
ムーさんとコラボさせていただく日が来るなんてね。マジでね、これもね、50万人突破記念ということでね、はい、このありがとうございます。ありがとうございます。本当に貴重な機会をいただきまして。それでは See you Bye。ライオアトゥルー、あなたは信じる巷に転がる投資伝説紹介チャンネル、どうも小池です。アンバサダーのトヨです。はい、本日はスペシャルコラボということでですね、はい、皆さん横を見ていただいたら分かると思うんですけども、デッカムーン編集長、三上滝春編集長です。どうもやってきました。やってきましたね。はい、もう怪しいことの総本山、はい、ムーさんの代表をもう編集長にしてくれました。怪しいっていうことは褒め言葉いや、三上編集長とはですね、テレビでもこの前ご一緒させていただいたり、はい、いろんなご縁がありまして、今の仲良くさせていただいてるんですけども、はい、前回小安田にはですね、2月にコラボさせていただいておりまして、半年前か。そうなんです、これすごい反響ありまして、そうですね。なんとですね、2本動画撮らせてもらったんですけど、合わせて100万再生以上。すごい。どうですか、これは。びっくりだね。びっくりですよね。ムーでもね、こういろいろ動画撮ってるけど、全然だもんね。さすがだよね。いやいや、やっぱりね、小安さん見てくれてる方も、うん、もうやっぱムーさんに育てられてますから。だってね、うん、あの後すぐだよ、小安さん見ましたって言われるっていう。え、ムー見たって言うじゃん。小安って、いや、本当に言われた。もう嬉しいですね。いや、ムーでも動画どうしてんの、なんか、え、次小安さんいつ出るのとか。嬉しい。本当にね、先週言われた、また。そうですか。そんなタイムリーに。あれだね、女性版結構いるよね。あ、いますね。そうですね。僕たちは逆にね、月刊ムーを見て育った世代なんで、ね、そうですよ。じゃあこんな感激なコラボはないんですけども、はい、コメントも君たちの時代だよ、もうあれですよ、恐れ多い。コメントでもですね、絶賛の声がありまして、三上さんを呼ぶとは恐れ入りました。 UFO 以外の小焼スタジオでやってる内容の知識もすごいのに、もっとコラボ続けてほしいですとか、三上編集長は定期的にゲストで出てほしいな、今までで一番テンション上がった。うん、嬉しいな。そんな感じでですね、たくさん来ているんですけども、今回ですね、せっかく三上編集長にお越しいただいたんで、はい、やっぱり、まあ、メディアでちょっと言いにくいようなこと言っていただこうかなと思ったんですよ。テレビとか。そうなんですよね。まあね、あの、まずね、テレビっていうのはコンプライアンスコードとかあって、はい、いくつかこう、もう完全にアウトっていうのがあるわけよ。はい、あ、なるほど。それはもうみんな出演者の人は分かってるから、うんうん、それ言わないんだよ、うんうん、まあ、たまにこう言うと失言とかカットとかね、うんうん、まあ特に収録なんかはね、全カットとかで、はいはい、あんだけかましたのにあんだけ熱弁したのに、おお、もう例えばね、某番組で、はいはい、マリリン・モンローのね、死に疑惑があると、うん、言って、で、あれはね、明らかに暗殺さん、暗殺、そうなの、なぜそう言えるかっていうと、殺したっていうやつが証言してから、いるのよ。で、自分で殺したって犯人が言ってるの。言ってんのよ。え、なんかその猛言癖が強い人とかじゃなくて。いや、だってそれがさ、ただの人じゃないわけよ。ただの人じゃない、うん、だからアメリカの裏社会の有名な、まあもう死んじゃったからね、うん、もう本出てるよ。本出てるから、まあそれを読めば、これならサムだよ。サム、サム、いわゆるそのアメリカの黒社会の中で、まあ、知らないやつはね、サム、サム、治安官、マフィアのと。で、今そのサムの弟と息子がね、共著で本出したのよ。その中にね、もう兄貴がやったこと、父ちゃんがやったことっていっぱい書いてるんだよ。もうケネディ暗殺もそうだよ。番組プロデューサーがすごい取材して、はい、ケネディを撃ったってやつがいるんだもん。はい、だってね、オズワルドはみたいな、一応オズワルドってことになってますよね。オズワルドの腕で当たるわけねえだろ。要はオズワルも一味なんだけども、うんうん、全然あいつは二重スパイだから。いや、それはケネディはいっぱいね、殺される理由はあるわけ、はい、あるんだけども、で、その中でサムがいろいろコーディネートして殺し屋を雇ってやるぞっていう、まあ裏にはね、CIA とかさ、いろいろあるんだけど、実行部隊で手を出すのはやっぱマフィアなんだよ、うん、で、JFK って映画あったでしょ。 JFK ありましたね。あれはいわゆるそのケネディ暗殺に疑惑があるっていうことで作った、うん、まあ、ある種のドキュメント映画でしょ。つまり、あの、何が致命傷になったかっていうと、はい、明らかに前から撃ってるわけよ、はい、前から音を受け取ってんじゃん、うん、最初こう撃たれてこうなるんだけど、うん、前から撃たれてこうなって脳みそが飛び散るわけで、うん、でも教科書ビルって言って、うん、オズワルド後方にいるわけよ、うん、後方から撃ったらなんでこうなんで、うん、確かに、っていうか、そもそも脳みそがこうやって飛び散るからいいっていう、カラーのフィルムが見つかったの、うん、サブルターフリムって、あれを解析していくと、銃声がね、4発だけ多いんだよ。あ、2発じゃない、違うじゃん。で、それをこう、要は、はい、実はやったと自分がやったの、うん、いるわけ、うん、
でそいつは番組を作った時に獄中にいたんだよ。別件の殺人容疑かなんかで、でそこまで行ってこうインタビューしてんだよ。へえ。で銃声も違うんだよね。オズワルドが持ってる銃の音と実際のその音っていうのが違うわけよ。それはわかるわけよ。それはそうやな。でその男と来るね、こいつの名前ジェームズ・ファイルズだとか、はいはい、まあプロの殺し屋よ、うんうん、そのクラッシュオーカーの門下のその塀のとこから狙って撃ってそそく帰るんだけど、やっぱ殺し屋って変人だからさ、やっぱこう仕留めた時の快感っつうのかな、薬莢あるでしょ、はい、薬莢をね噛むんだって、そういう癖があるんだって、噛んでその薬莢をそのクラッシュオーカーのとこでこう足でこうやって埋めたって、見つかってんのよそれ。それ、薬莢で歯型があるのよ。うわお、やば。ただあの時に暗殺の実行犯っていうのは他にも複数いて、うんうん、ジェームズ・ファイルズは前日にオズワルドと会ってんだよね。やつらも一味なんだよ、全部、うん、集められた一味で、はいはいはい、でその時に最初の3発目が外れるんだよ。でこっちのアホだな、全部外しやってしょうがねえなってバンって。なるほど。だから4発。だからその時の全部覚えてるんで、これ、ミス、ミス、ミス。なるほど。で、その雇って運やったのがサムエル・ジェーン・カーナン。マリン・モンロー。だってマリン・モンローだってケネディの愛人だって、もう交際の秘密じゃん。おー。秘密じゃん。ね、だって、ケネディとマリン・モンローのツーショット写真って1枚しかないんだよ。この世に。わざと撮らせない。すごいっすね。そうなんや。でしかもケネディが暗殺されてからの関係者、オズワルドもそうだけど、撃ったジャック・ルビーもそうなんだけど、はい、ジャック・ルビーってあの現場にいたからね、岐阜に駆られてオズワルド撃ったのなんかとねえよ、あいつも一味なんだよ、うん、であのあとねすごいんだ、関係者だけど本当にジャーナリストって30人近く亡くなってんだよね、不審死が、そうなんですね、不審死なんだよ、以前ね不審死があったっていうのは小安さんが取り扱ったけど、そんなにいなくなって、まあ、だってそれだけだってケネディは殺される理由あるんだよ、ね、いっぱいなんかね通貨発行権を、いやもちろんもちろんとかね、いろんなブルーノートね、あまりこそあれだね、それこそテレビは言わないけどアメリカのドル札 FRB が発行してるでしょ、うんうんうん、FRB ってその民間の銀行の集まりだからさ、いわゆる国家が発行してるわけじゃないよ、そうですよね、はい、でもこれまでにアメリカの歴史の中で国家が発行する日本で言えば日本銀行券っていうの、その動きって、ね、いっぱいあったの、うんうん、ってやると大体暗殺される、もうこれすごいっすよね、すごい、いやそういうもんだもんね、うん、金融システムってだってロスチャイルドじゃん、ロスチャイルドロックフェラーじゃん、はい、これ言うとね陰謀論陰謀論って言うけども、だって事実だもん、うん、そうですよね、これに関してはいわゆる日本で実施として工作してた人の話が、うん、だからその陰謀論とかなんかねそういうのをやった人のところに近づいて、うん、もっと陰謀論の情報を与えるんだって、そうするとどんどんハマっていくじゃん本人が、まあまあ確かに、 でもやればやるほど周りから浮いていくわけよ、おーおーおー、であの人はちょっと陰謀論だからさ、なるでしょ、確かやるんだって、はあ、それは彼らにしてみりゃいつもの上等句みたいな、なるほど、マインドコントロール、いやいや、そういうのね、言ってみればね、それにね唯一ねその騙されるのはね、ですか、ええそこにそこにね加えていただくのは光栄ですね、例えばね、例えば日本テレビの勝利記者だって、うん、すごい笑顔もんね、へぇ、コードネームコラムと、だって本出てんだ、だってほらだって公開されてる情報だからさ、うんうん、そっか、都市伝説じゃないの、事実じゃん、もう出ました編集長の名言、うん、都市伝説じゃない事実、事実、うん、だからね、なんかそうできてんだって、あ、でも事実でもテレビでは言えないってことですか、いやそりゃそうだろう、ね、じゃあそのでもそれ本があるっていうことね、うん、いやただね別にルーは本があるから言ってるだけだけこっちの本の方に行ってそれはそう、すごいっすよね、いやすごいっすね、で僕たちまだそのテレビとかラジオの経験は浅いですけど、うん、多少出ただけでもこれ言わんといてくださいとか、これはカットしますとか、そうそう、言われたからね、そうそう、これはいやそりゃそうだよ、言われましたから、すでにもう危険人物だもん危ない危ない、いや生放送で何言うかみたいなそれはディレクターの立場になってみ、そうです、確かにね、そうだよ、
でもやっぱ後で振り返ってもこれぐらいのことだったらなって思うことあるよな、ね、やっぱりね、いろいろねテレビはねクライアント様とかねあるわけだよ、うん、それ気遣うよ。そうですよ、ね、だから僕結構呼ばれないんですよね。小池さんはなんか大丈夫っていう業界の信頼が一定あるんですけど僕結構ある境から呼ばれなくなってあいつ実はやばいじゃないか、やっちまったな、多分やっちまっている。なるほどね、まあ、無理だ。だからテレビでそれ話したら全カットだよ。なるほど、そうなんよな。トラ君ちょっとね、三上編集長にお越しいただいてるのに、はい、まだまだちょっと足りてないと思いませんか。いや、もっと聞きたいですよ、そりゃ。だってね、まだちょっとガソリンが弱いんちゃうかと思って。あ、いや、もっと飲んでもらってビールを用意しようって言ったらもう飲んでた今、うん、びっくりしました。覚えたら、急に飲み出したから、うん、そう、水かのごとく今かなっていうタイミングがない。そうですねでちょっと最後にこのテーマいきたいな。まあ、これ都市伝説といえばなんですけども、はい、やりすぎ都市伝説ですよね、はい、テレビね。これで都市伝説にハマった方もいらっしゃると思うんですけども、はい、その放送されるテーマがですね、はい、日本を襲う X デーというテーマなんですね。もちろんこれまだ僕たち公開される前に収録されてる内容は分かりませんけども、はいはい、三上編集長が考える日本の X デーまたは世界の X デーというのはあるんでしょうか。近いらしいよ。まあ、今までね、例えば1999年7の月ノストラダムスだったんですよ。あの時も実はやばかったんだよ。土星探査衛星のカッシーニって、はい、原子力って、ね、あのね、放射性物質積んだやつがこう地球でねスイングバイする、はいはい、スイングバイしながらスイングバイする時が実は1999年8月だった。あれ間違って軌道で落っこってきたんだよ。あ、やばやばかったですね。いや、放射能でもうえぐいことになるみたいな。ええー、まさに恐怖の台を落っこってきたみたいな。いや、さらりと恐怖の台の正体を話してもらいましたね今。いや、当時ねそれはね言われてた。本当にこれじゃねえかっていうね。あとマヤ予言も、まあ、確かにね2012年12月の23日、うん、まあ何事もなく過ごしたけども、その1年前が2011年311あったでしょ、はい、確かに。だから本当に何が起こるかわからないっていうなんかその危機感というか共感ってあったみたいな、うん、で今回だよ、うん、まずね一つの節目、やべえ年、これが2025年。ああ、まさにここにありますけども、私が見た未来のね OB で新しい方には2025年にそうですね大災難が起きると予言されてましたけども、はい、辰木亮さんもまず2025って具体的に言わなかったもんね。そうですよね、言わなくて。でもやっぱ見たと、で日付が分かったと、で7月だと。そのビジョンが面白いんだよね、うん、フィリピン海沖になんかポコってなって津波がなポコって、うん、まあ確か見えたんでしょうけど、はと思う、うん、例えばそのね311の時の津波でもポコってないよ、うん、でもあったでしょ今年だっけ、噴火の、そうですね、噴火のあれポコ、確かにあの衝撃で日本に津波来たんだよ。そうですよね、だから気象庁もすごい困惑したじゃん、うん、いや大したことないですよ、やっぱりやばい、来た、あ、来た、だから2点3点してましたもんね、情報が、うん、そうそう、だから聞いたんだよ、ね、辰木先生、編集部でね、はい、辰木先生がその見たっていうのか、どうなの、噴火ですか、そうそう、これだ、え、じゃあ同じことが2025年の7月にもどっかで起きる、そのフィリピンか、フィリピン、それやったらどでかい津波が来るっていうのが、まあ、辰木先生のビジョン。で今まではね、なんか漠然としてて津波、うん、でもここだけど、どんな噴火みたいな、リアルじゃん。確かに、まず地震が起こるから津波が起こるっていうふうに思い込みすぎてますから、まずね、その2011の件もあるし、しかもその遠すぎるじゃないですか、トンガって。そうそう、あんまりちょっと習わないというか、観光に行くこともあんまりちょっとない国じゃないですか、ね、まあ、そうですね、だから遠い国で起こったことだから、実は楽観視してたら、え、日本にもこんな衝撃波届くのとか、そうそう、津波来るのって思ったよね。トンガって言ったら、困ると。から出身、トンガですか。あ、あれね、ハワイ出身ってことになってる。なんかハワイオアフ島出身じゃなかったっすね。言ってるでしょ。え、嘘、嘘だからさあ、言っていいのかな。それとんがった話っすね。あれ一番聞いてる。ありがとうございます。やっぱりやってるだけにとんがらしてるんで。いや、嘘つくのいや、それでね、2025年だよ。もう一つムーでも記事にあったんだけど、うん、2025年、昭和100年なんだ。昭和100年なんだ。もし昭和が続いてれば昭和100年、うんうん、すごっ。でね、ムーデのね、ガン書いてもらって、それ書いてもらって、高井優先生、ジョン・タイカーはなぜその1972かなんかのね、うんうんうん、その IBM を探しに来たのか、はい、どうもね、この今のコンピューターっ
ていうのは1970年でその最先端に行ってるのは実は日本だったわけ、うん、日本で内蔵しているこのカレンダーの表記が西暦じゃないっていう、うん、昭和で数えてた、でそのシステムが実は現在のパソコンのこの基礎になってて、それで組み上がってできた、うん、でこのなんかすごく建て増しした家みたいになっちゃってて、でこの辺のところを知っている技術者ってもういないんだって、分かんないんだって。だから昔あの2000年問題ってあったでしょ、はい、2000年問題で爆弾じゃねえのって、うん、あれはなんかねリカバリーできたらしいんだけど、うん、これはねやりようにもいないんだって、やばっ。じゃあもう一種のロストテクノロジー的になってしまったというかある種の次元爆弾みたいな、やばっ。だから2025年やばいよみたいな、あそういうことで、ね、なんかねどうもなんかそれを見越してなんだろうな動いてるっていうのがね、その1年前2020年にお札が一新するんだよ。おお、確かに確かに。お札って言ったらもうみんなね陰謀の象徴だから、ね、うんうんうん、デザインから何か変わるってどういうこと、うん、え、なんかある種の別の仕込んでんじゃない、うん、で最近やったらペペ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 ペだけ、いろいろあるじゃない、いろんなありますね、もう電子マネーみたいなあるじゃない、そっちの方にどんどんどんみんな行けみたいなね、うん、確かに昭和100年問題に関係してるんじゃない、なるほど。でもう一つ奇跡のリング木村さんっていう、ああはい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 、宇宙人の UFO、 木村さんはその UFO の中の異星人にカレンダーを見せられる、1年に1枚のなんか畳1畳みたいな大きさのカレンダーをこう1枚1枚右から左にこう移動させることをやらされたっていうね、うんうんうん、でそれをこうやってったらば、あ意外に少ないな、これ終わりってことはもうないってことですかって聞いたら宇宙人、いやそれ怖いですよね、あれでも今からもう10年もない、うんうん、でこの10年間は多分カレンダーにちゃんと担保されてたらするじゃないでしょうね、うんうんうん、そのとあるところっていうそのいつ終わってるのかだけ今のところ公開されてるけど分かってないんですよね、その中でこういろいろあるんだけど、その前にやべえことが起こるのが宇宙人、はあ。2025年以降もカレンダー続いてるけど、そこが一番 やばいことが2025年から10年ないからね、でアメリカのホピ族っていうでしょ、はいはいはい、ホピ、はい、ホピもねいろんな終末論があるけど、そうですね、予言ができるということで、そのメッセンジャーっていう、まあ、そういう役割の人が木村さんと連絡してきて、2025年に緑の彗星が現れます、緑の彗星、それが印だ、これよくあのホピのね終末予言でこの世の終わりには青い星、見知らぬ青い星が現れる、うんうん、これサクアソフって言うんだけど、まあ青と緑ってね、まあ、ちょっと微妙だけど日本人はどっちも青って言っちゃうけどもね、まあ確かに確かに、まあね信号機だってね、うん、そう認識ありますよね、とそれも2025年ちょっとあと3年っていうか2年半もないかも、ちょっと不気味なんだよ。それ何が一番不気味かって、そのいろんな予言とかその予言者とかまとまってるんですよね、なんか2025年に確かに重なりまくってるんですよね、そうだ他にもいろいろ言ってる人いますもんね、いますもんね、だからね木村さんのところにね本当にね聞くとねびっくりするよ、日本のパスポートじゃいけない国の人とかね、いけない国に行っちゃってると、まあそれはどこだか言えないけども、特にアメリカも知ってんだよな、はあ、アメリカのその未来予測をしている人たちっていうのは、うん、シンクタンクで木村さんの畑に来て、この今のスーパーコンピューターにかけてあらゆる要素をシミュレーションした結果、人類は絶対滅亡します、その答えしかありません、エロい、唯一希望があるのは農業、え農業はと思うじゃん、これなんだって木村さんと来るんだよ、奇跡のリンゴの話もすごいからね、そうよ、まあ、詳しくない方もいらっしゃると思うんで、奇跡のリンゴの話ちょっと軽くできる、まあ、そうですね、あのリンゴってそもそもめちゃくちゃ栽培するのが難しいって言われとって、うんうん、まあ、基本的に農薬を使ってやってるんですけども、うん、その農薬を使わずにできたから奇跡のリンゴって言われるようになったんですね、うん、でその技術をこの木村さんは宇宙人から授かったって世間では言われていて、でこのとんでもない技術やから、まあ、モンサントがまあなんとか回収して奪いに来たっていうか、そう、ね、そう取りに来たっていう話があるわけなんですけども、まあ、これが大体の概要ですね、でその木村さんがその宇宙人のその宇宙船だとか分かんないですけど、
そこで見たそのカレンダーの話を先ほどされたんでね。そうそうそう。木村さん言わせると、その宇宙人から別に教わったっていうか、とっとと教えてくれよみたいな感じだったんですけど今むしろ逆で、その無農薬で自然栽培をこうやっていることに興味があって、宇宙人が来たらしい。じゃあ木村さん本当に選ばれたけど、たまたまなんですね。これかな、なのね、あまりにもね、不思議な話がいっぱいあるのよ。偶然にしてはおかしすぎるっていうか、来るときに UFO の中にね、拉致られるわけ、夜中に出たらさ。だからば、その UFO の中にね、地球人が、宇宙人の中に地球人が2人いたと。一人はパツキンの白人の名人、一人は G.I. ジョーみたいな偶然だったっていう。で、まあいろいろ見せられて、気がついたら朝だった。で、奥さんに、こう、こういうの、UFO の入ってて、何バカなこと言ってんのって言われたんだけど、ある時、その UFO 特番見てたのは、アメリカ人の女性が、UFO にさらわれたのって、なんかこう、告白してるシーンがあって、どっかで見たかなとか思いながら、こうね、奥さんと一緒にこう見てたのは、その女性が、UFO の中に入ったらば、地球人が二人いて、一人は自衛所みたいな借り合いで、で、もう一人は東洋人で、メガネかけてて、歯がなかったです。わしじゃんってなる。その時に奥さんは初めて、木村さんのことを信用した。なるほど。これはすごいね。でしょ？さらわれた者同士だったそう。でもそれ偶然かもしれないじゃん。確かに。違う人かもしれないじゃん。うん、うん。実はこの話を聞いた日本最大の商社の方が分かったと。全世界の視点というか視局というか、に激怒して、この女性探せって言ったの。はあ、番組でたまたま来ただけの近所のおばちゃんよ。おすごいね。ほんと CIA 並み、うん、ほうほう見つけ出した。へえ、すごい。どこにいたと思う？え、フランスにいたの。なんで？フランスのその死者の人が会いに行って、ほう、あなたがね、UFO の中で会った人はこの人ですかって言って、そしたら、この人です。うわ、動く勝者もすげえ、すごいっすよね。だからそういう意味でその2025年翻ってやべえ、やばそう。まあでも2025年再生されそうやし、ムーさんも売れそうですね。あ、その辺は乗っかっていくけどね。ね、そこはね、まあそれは使命感を持ってね。もちろん使命感を持って、やっぱりね。だからそテレビとかじゃやんないからさ。昔はそんなのこそエンタメとしてやってましたけどね。そうなんですよね。今逆にシビアですよね。そうそう。すぐね、もうなんかこう文句が来るとね、やっぱりめんどくさいんだろうね。うん、まあそれはわからないでもないけど、ね。そうですね。うん、まあ確かに確かに。なるほど。いや、今日はありがとうございました。そう。いや、もう相変わらず、なんか話し方なんかな、引き込まれるよな。いや、もうそうなんですよ。僕たちもたくさん都市伝説調べてきましたけど、うん、やっぱなんか実体験かのように喋るから、そうそうそう、怖さがあるんよね。そう。告知などありましたら、月刊部は毎月この頃発売です。よろしくね。はい、ウェブの方を今までのやつをリニューアルして、結構ね、いろんなヘッドハンティングしてですね、これからね、いきますよ。なるほど、ありがとうございますよ。ぜひ僕たちも記事なんか上げてください。いや、ぜひ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 、お願いします。それでは本日の鳥肌スコアは2025。本日の鳥肌ポイントは、世界終わるらしいんで僕はお金使っとこうかと思いますね。はい、終わるの使ってるやん今。ええ、いいのよ、終わるからどうせ3年で貯めても意味ないから。アンティークコインにいいらしい。アンティークコイン気になる方は調べてください。バイ。